J リーグ最新ニュースマンチェスターして戦を通じて水沼浩太が感じたこと J リーグはルドチャレンジ2023横浜 F マリノス対マンチェターシティが13日に国立競技場で行われ3後シティが勝利を収めた昨季にプレミアリー FA カップ UEFA チャンピオンズリーグ CL の3冠を達成しシティとの対戦はマリノスの成長を加速さ るるもものにななかもしれない今シーズンの J リーグは d a z フ n f o d o でいつでもどこでも簡単視聴をすでにし終了から1時間が経過していたが取材エリア話す選手たちの目は輝いていた点73分までプレー下水沼浩太は負けたのはめちゃくちゃかいいいけどめちゃくちゃ楽しい試合でしたとん。帰る リーグ得点王アンデルソン・ロペスの。激闘、両サイドバックの共演でマリノスは2点。リードしたが、その後は力の差を見せつけら。た、後半から出場したアーリング・ハーラン。2、2得点を許し、ロドリにはミドルシュートを。められた、やはりワールドクラスの選手あれ。ルが違った。立ち位置と動き出しのタイミング。狭いところでの技術の高さと距離感の良さ。 表になるシーンがたくさん、あった。回される。押し込まれるシーンが多かったですが、られる側になったことで、これできるなこの。利方は絶対に落とし込めるなと試合中に楽。るところがたくさんあった普段は試合の主。剣を握ることの多いマリノスだが、シティー戦。ボールを動かされる時間が長かった、右サイ。で先発した水沼は、左ディフェンダーのオランダ代表ナタン。 明けとマッチアップしている、シティ戦を通手水沼は、自分の成長とチームの成長がまだ。だ高いところに行けると感じている。ジペ横浜 F ・マリノスが、もっと上のレベルに行け。可能性関連記事。